今日はですね、隠れ山というところに来てます。こうやってマスクで開拓道隠れ山2246段行きたいと思います。こちらです。よろしくお願いします。最初はペドル階段ですね。細い階段ですね。ちょっと気をつけましょう。気をつけちゃいそうです。それがこれってすぐに小屋敷だがありますね。ここから長い2446段の階段が続きます。神社の入場正しい神社が多いですね。宝来寺さんっていったところもありましたね。国宝五重塔だそうですね。すごいですね。
続いてますね。階段で意外と歩きづらいですね。法隆寺さんの1600円も結構長かったですか。2200円って長いですね。普段も階段道の結構な複雑やってますが長いです。じゃあそうですね、階段も行きますか。双子のご立派な杉がありますね。この奥にもなんかこういろいろありますね。すみません、ちょっと今週はこの辺遠いので申し訳ございません。本坊跡使っちゃって開けたらどうですか。細かくボタン数が変わっちゃいますね。
見えてきましたね。こっちにもアイシルがありますね。最高。水やすら水と書いてますけど、水がないですね。社務所のところから新橋っていうんですかね、滝がありましたね。ガジュの塔があって1、2、3の坂がありました。今ここですね、合算行ってきましたね。 2000m ちょっと超えてないんですね。法要されてるんですかね。太鼓の音が聞こえます。竜の彫刻は綺麗ですね。大きい本殿ですね。素晴らしい彫刻もあります。ちょっと見ていきましょう。橋の池がありますね。ここはあれですね、出羽神社、月山神社、湯野神社って書いてますね。三社が三つ回らないといけないんですかね。ちょっと順番にお参りしましょう。三社ですね、お参りしました。こういうところに大きな池がありました。ここにもちょっとなんかお社がありますね。順番に巻いていきたいと思います。何かいっぱいお社がありますね。霊彩殿と書いてましたね。ここはあれですね、いろんなところのお社が、ここもそうですね、厳島神社です。あ、じゃあ、東照大社ですから、徳川家康さんの映像ですね。ちょっと見てみましょうか。ここは何か下駄を奉納しますね。こうやってなんかお映像が並ぶと、なかなか、なんて言ったらいいんでしょうね、なかなかですね。
こちらから来ると有料道路を通って来れるみたいですね。こっちはちょっと境内の中に入ってきます。で、下城と書いてますんで、これ正面階段から来るのがいいというか表側ですね。2446段を歩いてきました。お相手は小林郎です。